今回はですね、ダイソーでこれを買ってきました。猫じゃらし。これ猫にとってはすごい楽しいおもちゃだと思うんですけど、この猫じゃらしでプーちゃんと遊んだ時にどういう反応をするのかがちょっと気になったので、今日はこれでプーちゃんと一緒に遊んでみたいと思います。プーちゃんおいで。お、お、猫じゃらしでも遊ぶかな。お、遊ぶ遊ぶ遊ぶ。あ、プーちゃん意外に遊ぶ。これ赤じゃダメか、緑にしてみようか。プーちゃんおお。なんか違うところで遊んでない？先っちょじゃなくて棒で遊んでる。お、赤の方が興味あるかな。すごいすごい食いついてる。案外遊ぶかも。ほら。なんかね、やっぱりね、先にも興味はあるんだけど、どっちかというと棒の方にね食らいつくよこれ。プーが釣れた。楽しいね。プー楽しいね。あー、でもこれちょっと毛食べちゃうかな。あんまりこう毛かじらないようにしないとダメだね。こう本当にじゃれる程度がいいかも。プー、もしかして猫じゃらしじゃなくて袋とかでも大丈夫なんじゃないのこれ。プー、こっちの方が、こっちの方が勢いがいい。ストローの方が好きなのか、プー。猫じゃらしいらなかったね。ストローの方が楽しそうだよ、プー。悪プーだなぁ。